船で上陸するしかない今回の宿泊施設。上陸すぐに懐かしの車や大きな大木に感動。横の島アイランドパークからしばらく歩かなきゃいけないけど、たくさんの花や自然に癒されてこの歩くのも悪くない。さらに進んでいくとレトロな雰囲気が残されており、過去にタイムスリップしたみたい。昔の体験もできたりするから子供にとってもいい経験ができ、懐かしい看板に懐かしいおもちゃもあるし、大きなブランコもあちこちにあります。アギも乗ってみたけどスピードは意外に出るから結構楽しい。ミー動物園では動物たちへの餌やり体験もできる。なんと言っても、そして今回のビラ先森はヤバすぎ。オープンしてまだ2年なので、お部屋も綺麗でマジで最高。何より部屋から見える景色は絶対感動すること間違いなし。プライベートな空間で海と山の大自然が満喫でき、お風呂は内風呂に、外にはジャグジーもついており、ジャグジーからの眺めはまだ最高。余計な音もなく、ただ夕日と夜景を堪能できるのはここの島ならでは。朝起きれば朝日を浴びて心地いい風を感じながら朝活があって楽しむこともできる。誰と言っても素敵な思い出はできることは間違いなし。海と山を堪能し尽くして、能古の島の自然を満喫しに行ってみてね。